田中今ヤーレンズって言いませんでした？俺お前かーい。よろしくお願いします。いらっしゃー、愛してまーし。名もなき韓国人のモノマネでね。誰かではあれよ。なんかあるよ。韓国人の意図でしたね。韓国人の意図でしたね。ちょっとね、笑ってね、なんつってね。そうね。まあ、そうですか。うん。どうよ。何なんかあるしたいこととか。したいことね。すいません、ないんです、別にね。出てきてもいいんだけど。出てきてはいいけど。うん。ないの。ないで困るけど。そうね。でもお前とね、ちょっと喫茶店行きたいなと思ってる。喫茶店。漫才始まっていきなり言うことじゃないじゃん。いや、ほんとそうよ。うん、終わってからでいいんだけど、全然別にいいよ。ん？他にそういうことないし、うん、喫茶店行ったらいいんじゃない？あ、今から行く？うん、すいません、ちょっと今から喫茶店行きます。行こうかなーと。あ、ナメ様、夏が終わるのはエンドレスサマーです。やめとけ。映画館じゃねえよ。あ、すいません、大人2名で映画館かって、お前ボケてんじゃねえか。面白いでしょ。ね。僕らね、あのヤーレンズっていうね、お笑いグループやってるんです。お笑いグループ。渡辺リーダーの言い方がね。デイメンバーいるね。ガラハラメンバー。やめろ。スタートじゃない。高木のもんじゃない。あ、知らないですか。知らないですか。まあでもね、うん、今は知らないでしょうけども、うん、将来テレビいっぱい出てね、ビッグになってブイブイ言わせますからね。ビッグになってブイブイ言わすんだよ。ピックになってブヒブヒ言わしてたらそれはただの豚だから。次こっちですか。あ、注文決まったらいます。あ、どうも。あ、すいません、ハイサラ。あ、すいません、バイナラ。おやめ。わからないです。すげえボインだな。ボインって言うな。あんまおっぱい送るボインって言わないから。何俺アイスコーヒー。あ、じゃあ俺もアイスコーヒー、うん、すいません、アイスコーヒー2つ。あ、俺は1つで。お前の袋で2つ。お前の袋で2つ作ってんの。ボインだな。ボインって言うな。言わないで。何、喫茶店がどうしたの。いや、ちょっと人前で言うのはちょっと恥ずかしいこと。同じ人前に感謝の気持ちを伝えたいなと思ってね。感謝の気持ち、うん、やっぱ普段からこう楽しく漫才できてるのがお前のおかげだなと思ってな、うん、いつもありがとうな。これからもよろしくお願いします。まさきいくら貸してほしい。5万円だよね。頼むよ。頼むよじゃないよ。頼まれてよ。頼まれてる。人褒めないから。そう、褒めないでしょ。そんな俺が貸してほしいんだから貸してよ。何、5万も何使うんだよ。いや、ちょっと俺の同級生のゆうたろうってやつがいいんだよ。あ、そうなの。まあ、代わりにそいつをゆうたろうメンバーとしようか。なんかしたい。いろいろあるから。そんなお前の漫才師だな。出ちゃうね。出ちゃうね。出ちゃうね。コメディやってるから。コメディって言わないんだよ。そうだからさ、結婚ってなったらやっぱ友達だからさ、うん、まあ、宗教パーピンで包まなきゃいけないじゃん。北京ダックか。パーピンってあれだろ、北京ダック、うん、包む用の薄皮の餅だろ、うん、それで包んだら宗教じゃなくて北京ダックじゃん。てかお前すごいね、うん、パーピンがよくあの北京ダックの餅だって分かったな。当たり前だろ、俺だぞ。今後頼りにしてるぞ。俺ってなんだ。お前にとって俺はお前なんだよ。お金貸してちょっと。祝儀のお金ってこと、うん、何なんだよ、うん、なんでお前がお金ないんだよ。破いて捨てちゃうのよ俺。破いて捨てる。犯罪だから、うん、なんか癖なの。癖じゃないよ。人からお金借りてさ、うん、それ祝儀ってどうなの。何、祝儀は気持ちじゃん。給料は気持ちじゃん。言ってないじゃん。おい気持ち、おい気持ちの話。気持ち、あ、アイスコーヒー。え、どうした。髪の毛入ってる。髪の毛入ってる。俺とこうハゲの漫才師のボケだから。ハゲの漫才師がやるボケだから。面白いじゃないんだよ。マキシマムパワーパーさんもさ、お前がやるんじゃないんだよ。俺が登場くらい。俺が登場くらい。面白くないんだよ。ハゲてからやるよ。ハゲてからやる。文句言わないのもんで。いや、いい。え、なんかボインって言って。ボインって言わないんだよ。いや、ボインに弱いんだよ。ボインに弱いの。ああいうこと付き合いたいわ。あ、そう。彼女いないからね。彼女いないんだ。ずっといないからもう辛くよ。辛い辛い。ずっといないでないの、うん、どんくらい。いや、泣くほど辛くはないけど。どんくらいって言ってんねん。どんくらいか。どこはないって言わないよ。どんくらいの期間いないの。期間。ちょっと考えていい。もういいよ。シンキングタイムスタート。あ、ちょっと。あちゃーん。何やってんの。なんでセルフでクイズ出して間違えてるの。ボタンくらい言って。お前、戦時中戦時中じゃねえよ。あ、あれが何年前だった？大河の改新。どっから数え出してるの？2018から遡るんだよ。だって645年からこっち来るんだよ。5年か。約5年。5年。約5年。
長いね、そうだ、辛いよ、もう本当に。そうだね、同級生も結婚とか、ね、そうだよ、結婚したいよ、本当に。結婚したい、確かに。やっぱ、ああいうのいいじゃん、やっぱこう家に帰ったら奥さんが料理作ってる。あ、それいいわ。その裸のエプロンで、ケツ丸出して。おや、あなた、おかえり。今日の献立は、バナナとアワビのネバネバ丼よ。たまんないよね。とんでもねえな。そんなんじゃなかったけど、俺の想像は。こうなっちゃうじゃないよ。嫌だよ、そんなの。なんでエロい方がいいでしょ、女なんて。なんでエロいのに興奮してんだ、お前。中1かよ。高1だよ。31だろ。じゃあ、お前どんなやつ結婚したいんだよ、お前はよ。え、うん、俺もずっと昔からそうよ。川口春奈さん好きだからね。ああいう顔の人。え、顔？顔で選んでるのかっけえじゃん、お前。お、なんだ、なんだ。中身いるよ、中身。お、なんだこいつ。中身が大事に決まってんだよ。俺はやっぱエロいっていう性格でちゃんと見てる。性格いやもう顔なんかもなんとかも顔はいいに越してないでしょ。いやいや、顔ほんと炊飯器のも別に何だろう、顔別にいやもう本当にそっちお前それダメだよ。何、本当に顔はいいに越したことない。いやいや、じゃああれやろ、究極のお洗濯。洗濯ね、洗濯はあえて言うだけみたいな感じがうん、じゃないピンとこなかったらいいから、まずやろうだから。何、あなたの洗濯。いや、結婚するのはどっちって言って、性格めっちゃめちゃいいと思う。おお、もう本当に100人に聞いたら105人がいいっていう。はみ出ちゃって、はみ余って、おお、俺も俺も勝手に入ってくる。性格いいけど、もうすげえブス。あら、もう小里編に付属の句って書いて、子供の子って書いてブス。狂言のやつじゃん。そう、狂言のやつ。青毛、青毛、青毛のやつ。懐かしいね。そう、毒じゃん、顔毒、顔毒。かもう本当お前の好み。お、もう顔も名前も川口春奈。じゃあ変わるじゃん。もう勢い余って、どうせ勢い余って同性同性、同性と同眼なんだよ。うん、同眼ね。あ、そうなの。ただもう性格最悪。マジで。もう趣味人殺し最悪だ。うわ、怖い。怖いよ、人刺してくれ。うわー、怖い。喫茶店で入るの。私の目標は彼女でしょ。いや、彼女作る前にお前はあれだけどね、祝儀のお金作んなきゃダメだけどね。シェーインクじゃねえか。シェーはここで固定だから。いいよ、もう行こう、行こう。バイタス戻るか。バティオスね。うん、戻る。すいません、お会計。あ、いいよいいよ。うん、相談乗ってくれたし。おう、ここは、うん、払わすかやろう。払えよ。払わなきゃダメだ。ケセル話しすいません、ごちそうさまです。うまかったです。すいません、ごちそうさまです。うまかってます。何やってんだよ。よからただいまーす。お疲れ様ですか。よかったことでいい。よかったですか。あ、よかったよかった。じゃあ、ネタやろ。ネタやって帰りましょうか。そうね。何のネタ。機密文書漏洩のネタがありますから。俺もだ、大変。大臣、大変です。本当、この文書が漏れてます。何、本当だ、機密文書が漏れてる。どうも。